記事の海幸子です。今日は生き地をお手伝いいただいている千秋さんについてご紹介させていただきたいと思います。千秋さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。では千秋さん、はい、早速質問です。はい、千秋さんは業界長いというふうに聞いておりますが、はい、どのぐらいやってらっしゃいますか？50年はないですけども、それ以内です。今までどんなことをやられてきたのか教えていただいてもいいですか？アパレルが多かったんですけども、メンズの服が、20代でずっと作ってまして、最初はアメリカのブランドでジャンセンというブランドがありまして、それの日本でのこう企画をやってたんですけども、そこでニットを、扱ってたんですけども、その後、ちょっといろいろ考えて、これはもうなくなって倒産しちゃったんですけど、バンジャケットっていうところからたまたまお誘いいただいて、そこのアトリエっていうところで静健介さんの服とかを作ったりしてました。でその後は、同じく、メンズですか、エーボンハウスっていう、この会社もなくなっちゃったんですけど、ここで、企画をやってまして、その時に、自分たち作ったものをこうアメリカに売りに行こうと思って、無謀にも何のアポイントもなくてトランクに自分たち作ったサンプルを持ってニューヨークに行って、向こう のブルーミングデールズっていう有名な百貨店なんですけど、それと、皆さんご存知バーニーズっていうところとか、日本で展開してポール・スチュアートとかっていうのは飛び込みで、自分たち、僕なんて作ったものを売りに行ったんですけど、日本の素材で日本縫製だったら買ってあげるよっていうことで、その時に初めて、今までその、コピーじゃないですけど、アメリカとかそのヨーロッパのものを見て作ってたんですけども、これからやっぱり日本人が考えて日本の素材で日本で作るものが世界に出るんじゃないかなっていうので、そこからだいぶ考え方変わりましたね。で、その後に、ちょっとなぜかレディースの世界にどっぷり入ってしまったんで、皆さんご存知だと思うんですけど、トモローランドっていう会社を作るときに、今の会長と一緒にスタートしたんですね。そういう仕事をしてました。ありがとうございます。じゃあ千秋さん、すいません、はい、生き地に入ったきっかけを。ですね、この生き地っていうのは8年前ぐらいですよね、スタートしたの。10年前じゃん。来年で10年になります。10年ですね。このスタートした時に実はいろいろ見てたんですよ。ちょっと私その頃は商社にいたんですけど、スタートする時にいろいろ見て興味があって、なおかつここに参画している、企業さんとか工場さんが私がずっと懇意にしてたところが多かったんで、非常に興味を持って見てたんですけども、たまたま、2年前ですけどね、ちょっとお声かかっていろいろ見てくれないかって言われたんですけど、もう僕はこの生き地っていうネーミングがもう大好きで、ありがとうございます。ぜひちょっとやりたいなと思ったけど、自分からなかなか売り込みに行けなかったんで、たまたまちょっと縁があって、この仕事を手伝わせていただくようになったんで、実際はお店ここにも週に1日2日経って、あと生き地のこうブログ生き地の流儀っていうので書かせていただいて、そういう意味で参画させていただいてます。非常に助かっています。ありがとうございます。では最後に、業界長くてご経験も長いんですけど、ブログも書いていただいていて、その知識っていうのはどこから得てるんですか？知識っていうのは別にその何かで勉強したっていうよりも、僕はその生き地という生きも江戸っ子は勉強したんじゃないと思うんですよね。生活の中でこれが粋だと、粋の真逆は野暮なんですよね。野暮なことはしたくないっていうので、それがこう粋になっていったと思うんで、僕自身の生活の中だとやっぱり野暮なことはしたくないなっていう、野暮ったいって言われて一番なんかかっこ悪いみたいなんで、そういう意味では粋に行きたいっていうのがあったんで、そういうのをこう自分で考えてたことがそのままこう生き地の中にこう言葉として反映でしたんで、私とすると本当に自然体で
意気地をこう受け入れて、そこから発信できることができたので、非常に幸せです。ありがとうございます。千秋さん、本店で週に1回ほど入っていただいてますので、ぜひ皆さん、本店に遊びにいらしてください。お待ちしてます。ありがとうございます。